NHK の情報番組、朝一、月曜から金曜前8、15、の MC 陣が3日、連続テレビ小説、らんまん、月曜から土曜前8、0、の感想を語る、朝ドラ受け、を行った。この日、放送された、らんまん、第89回についてお笑いコンビ、博多華丸、大吉の博多華丸、52、が、日落ち金。と話を振ると、鈴木直子アナウンサー、41、が、見ながら携帯で調べたら菌が原因でお酒が腐っちゃうっていうことみたいですね、と説明。博多大吉、52、は、もう、一度見たいという方は NHK プラスでご覧いただければ、朝一、を見た後にお願いします、とフォローしていた。第89回ネタバレ。万太郎、神木隆之介は自分のことを認めてくれるマキシモビッチ博士の下で研究をしようと、末子、浜辺美波と娘を連れてロシアへ行くことを決める。そして、峰屋に渡航費の相談をしようと考えていた矢先、峰屋では不増、酒が白濁したり、異臭を放ったりすることが起こってしまい、あや、佐久間由衣と竹尾。志尊淳は窮地に立たされていた。峰屋で不増が起きてしまい、酒が捨てられた蔵の中で、ああ、と叫ぶ綾を、竹雄は、綾と何度も言い、抱きしめる。そして、峰屋のみんなの前で、皆々様、これまで長らくのご奉公、ありがとうございました。峰屋はのれんを下すことといたしまいた。と苦渋の思いを告げる。あやも、申し訳ございませんでした、と頭を下げた。そして竹雄はあやに、金の三段をせんといかん。そうじゃ、まだ終わっちゃあせん。わしらの役目はこれからじゃ、と話し、しゃんとしい。あやさん、あなたは峰屋最後の蔵元じゃ、目はつむったらいかん。最後まで見届けや、と励ます場面などが書かれた。